はい、大阪府豊中市にある坂本整体院です。寒くなると関節の痛みが強くなる原因とその対処方法についてお伝えさせてもらいます。その前にそもそも関節の痛みがなぜ寒くなると強くなるのかっていうことなんですけれども、膝や股関節変形している人、変形の痛みっていうのがどういうものかっていうのをちゃんと理解してほしいんですけれども、これは股関節になりますけれども、変形の痛みっていうのはここにある軟骨っていうのがすり減ってなくなる、でここと骨と骨の間が隙間が狭くなってしまうからここが当たって痛くなる、もしくは軟骨が削れたりなんかしてそのカスが炎症を起こして痛みが出るっていうのが大体の理由ですね。この2つが痛みの原因だったとして、なぜ寒くなると痛みが強くなるのかっていうことなんですけれども、これは正直強くならないんですよね。この状態で痛みが出てたとしても寒くなったら軟骨のすり減る量が増えるとか骨の隙間がさらに狭くなるっていうこともありえないですし、軟骨がさらに削れて炎症が強くなるっていうこともないです。むしろ炎症って熱持ってる時は冷やした方が逆にいいぐらいなんで、このケースで寒くなると痛みが強くなるっていうのはまずないんですね。じゃあ何が原因に痛くなってるのかっていうと、それは筋肉なんですね。股関節や膝周りが変形するほど圧がかかっているっていうことは、その周りの筋肉っていうのにももちろんそれだけの圧がかかっています。つまり筋肉がガチガチに硬い状態になってるんですね。で、寒くなる、気温が下がるっていうのはどういうことかっていうと、人の体っていうのは冷えるとより筋肉っていうのは硬くなります。もともと硬い人が外が寒くなることによってさらに硬くなるので、痛みっていうのは強くなる傾向にあります。この冬とかになってきてですね、痛みが強くなるっていう人は、その痛みの原因は仮に変形があったとしてもまた別問題で出ている可能性っていうのが非常に高いっていうことをしっかり理解してほしいんですよ。寒くなって痛くなるっていう人は逆に温めると少し楽になるっていう人も多いんです。温めたらじゃあ変形がその分ちょっと楽になって治るのかって言ったら、そんなわけでもないです。暖かくなったら関節が広がる、軟骨が復活するなんてこともありえないです。ここで変化するものっていうのは筋肉なんですね。寒くなると筋肉は縮まりますし、暖かくなると筋肉は少しだけ柔らかくなります。その分痛みの強さっていうのも若干変化が起こります。こういうメカニズムで痛みの強さが変わっているので、寒くなって痛くなっている人は骨の治療というよりは筋肉の治療をメインにやってあげると痛みっていうのが解消されていきます。で、それの解消の仕方なんですけれども、これからの季節どんどん寒くなってくるので、膝が痛い人は膝周りの筋肉、股関節が痛い人は股関節周りの筋肉に出かけるときにカイロなんかを貼って温めて自衛してあげるっていうことが一つですね。ともう一つは、一日一日帰ってきたらゆっくり湯船に10分ぐらいは浸かるっていうことですね。特に湯船の中でストレッチや少し痛いところを自分でマッサージしてあげる、軽くっていうのが効果的です。これをやることで自分の体温も上がりますし、筋肉が緩まるスピードも速くなります。冷えたままでずっと過ごしているともともと硬い人がどんどんさらに硬くなっていくので、やっぱり冬は悪化しやすいです。あったかい寒いで痛みの強さが変わる人は一度しっかりね毎日温めるっていうことを意識してください。